こんにちは、デコラジ担当佐藤かなめです。本日のメニューはですね、ガラスのフォトフレームのガラスがついてるやつなんですけど、こういうねフレームを作ってて、このフレームの中のこのガラスだけ取って、このガラスにちょっとクリスマスチックな、レジンで、こう、ガラスを固めて、ちょっとね、これがごちゃごちゃなので、同じ、このガラスが入るフレームをもう一つ買ってきて、フレームの中に、こういう感じの中のフレームが、クリスマスチックという、やつを作りたいと思っております。で、まだね全然何も決めてないんですよね。ただツリー的なものをまず最初に縦に使う？縦に飾った方が怖いのかな。縦にしようか。じゃあね、ディープグリーンじゃなくてもいいのか。ちょっと周りの線だけ、いきなりですか？そうですよ。これで曲がったら後で肉付けもするし、こっちとこっちと違うじゃんって思って、これはちょっとなんだろうな、ステンドグラスまではいかないけども、ここそうかなと。ここにね、あ、今日手袋してないんですよ。手袋してもいいんだけど、細かい作業がやりにくいかなと。ここちょっと、ざっとね。ざっと塗りの、グリーンちゃん。暗いですか？暗いし、まだですね。食洗機の音が激しくてすみません。震えだね。食洗機の音がすごい。これでくっつかせようという魂胆なんですけど。もったいないシェルパウダーが。じゃあこう雰囲気だけこの周りに貼っていく、なんかもう早速腰が痛いんですけど、根詰める感じの、このどうするよ、こんにちって。どっち側とカタカタになるのですね。そしてね、よいしょ、こっちがカタカタになってる。ちょっと乗せないと。お星様のところはどうするか。このぐらいね。どん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 。
よいしょ。どんな感じ？お星様をつけようか。こういう感じで、じゃーん。ここじゃん。あれ？全然見えない。全然見えないですか。こういう感じですね。額に、ガラスの額に入ってるので、これちょっと上下があんまりよろしくないけど、ちょっと爪が
当たってるところがまだ綺麗に入ってないんだけど、でしかもこういう感じで飾れたらいいなと思ってんだけど、いかがっしょうか。綺麗に入れてみたい。派手派手ですけど、ちょっとこのフレームは、このフレームじゃない方がいいなぁと思ってんだけど、この、これについてた紙どこ行った？これについてた紙。紙が、ほら、ついてたじゃん。最初から。切る？カットする？この大きさで折り曲げちゃう？こんな感じで出来上がりました。これ縦と横と適当に作ってるから、本当は逆向きだな。横向きのやつに入れてるから、ね、新しく枠を買ったら、新しく衣装飾りを買ったりとかってますね。よいしょ、できました。スリートキャンディーとかスイーツの、ここは立体的です。もしこのこれが立体感がもっと嫌だったら、違うもう一つこう奥に入るケースのようなものに入てるといいのではないでしょうか。今日はこの辺でクリスマスシリーズクリスマスシリーズでした。ではまたね。さよなら。風邪ひきませんように。バイバイ。